こちらはプジョーの新しい508です。かっこいいですね、このキラキラフロントグリル、そしてライトついてるとこの縦型が印象的です。2リッターのターボエンジンを搭載していて、セダンなんですがファストバックスタイルを採用しています。そしてこのライト、なんか最近ちょっと流行りなのかな、アメ車の昔のコルベットとかマスタングとか、なんかそんな感じのちょっとレトロな感じがしますね。じゃあ運転席に乗り込んでみたいと思います。はい、車内もおしゃれですね。シートはこんなステッチが施されています。プジョーのマークが液晶パネルのところに登場します。じゃあエンジンをかけてみましょう。はい、ディーゼルですがあんまりうるさくないですね。でこのおしゃれなインテリア、この全部ライオンの詰め方を意識してるのかなと個人的には思ってますね。